今日の動画です。今日はですね、モグラム、こちらを使った動画やってみたいと思います。イモグラブね、普通だったら沖に投げてズルズル引いてきてとか、障害物に入れてそこから沈め込んで食わせるっていうのがあるんですけども、今日はねちょっと違う、イモグラブの早引き、こちらやってみたいと思います。それではやってみたいと思います。どうぞ。はい、じゃあ柳の木を使います。ここまで入れて、こうすると、なんで水が緩かったです。くし一撃。今ね、稲子が入ってるんで、イモグラブをね、虫に見せるよりも稲子に見せてあげると意外と簡単にくっつきます。あー、的に行けちゃった。お疲れ様です。よいしょ。見えたかな、今下から食い上げましょう。ズバーンって。やる気満々なバッフンですよ。出食いですよ。あー、まとめてた。よっしゃー、ここまで入れて送れば、よいしょ、いい、この通り。はい、イモグラブもね、ズル引きとかポールっていうのもあるんですけども、意外と早巻きでね、水面をちょい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 って首振らしてあげて、まあ小魚に見せてあげるパターンっていうのもすごく効果的なので、まあ、そんなのも楽しんでいただければと思います。今めちゃめちゃ魚気ありますんでね、魚を追ってるブラックバスを見せてあげて楽しんでいただければと思います。ではでは。